僕ね本当にねアニマスからアニマスからこう置くのもめっちゃ早かったでしょ最初に置くとこもめっちゃ早かったこういやちょっと時間かかってましたよそうどの辺がそうやってこうね僕にこう票を集めようとしている行動が僕からしたらなんでと思っちゃいますこれスパーンどんどんガチャ回したいなガチャ回したいのガチャが回したいから稼ぎたいのうまいですねそうなかなか200コイン貯めるまでって長いですよねこれあ200で1回でしたっけ200で1回ですわかんなりやな単純計算40回勝たないとガチャ回せないですよ、ま、すごい今コインが購入できない状態にされてるんでこのコインで稼がないと回せないですよそれはバグでですかバグっていうか、まあ、なんか購入制限の6がかかってるって話らしいですけどああ そうなんだえ買いすぎ猫石さんそんな課金税だったんですか買いすぎ、うん、してたんですけどまあちょっとまだ6解除してもらってないんでああそうなんだ、まあ、いやこれからの運営さんに行きたいとねもうちょっと、はいあのこの動画をもしも運営さんが見てくれたらもうちょっともうねムーンとか、ドキがいないと思うので、うん、ムーンとかドキがいないと思う、はいはいはい、なぜにそう思うえそれ俺の色なんだけど大丈夫あのあんなとこはこれは私の色だあんなとこはうわうさんくさいうさんくさいよこの子うさんあんなとこはもうとりあえずそこ二人つっときゃいいじゃないですか今回待て えそこつっとけばいいってことは貴様2B かあでもそありえるな自分はセーフティーかあ自分はセーフティーか、うん、おっと言われた僕はちゃんと言ったのにちょっと無言となったぞじゃああえて言いましょう役職の人いらっしゃいますか、うん役職僕いない、はい、僕はアニマさんにおっ来たムーンおっと要はムーンサコイえっそれ正面でビースター出すのはどういう意味それ僕にってことそれとも誰かビースター探してるよってことうん猫さんは不思議な方だからどうすかまあ色出しませんか色出しますか色出しそうなんだそうなんだじゃあ55秒で55あ OK です緊張するわうわっ綺麗に分かれましたねはいはいはい猫さんはあ待てなぜまあ私は出たのかというとまあ、うん、ムーンとか、うんうん、まあロキとかがいないので、うんえロキとかが時間経っていないので時間経ってもっていう意味です時間経ってもっていないのでもうでもなるほど、ね、出てこないの方が正しいですねすいませんでしただいぶ黒い発言してんなそうそうそうねそうですね分かってんのかな最初に潜伏してる可能性もあるからね、うん、最初に速攻それを言ったのはちょっと違和感はあったっすねそうでなおかつ先に色出したでしょうんうんうん、はい、私これですとねあれだあの変態プレイをしたかったのであいや単純に今の場面だとあの会話の時間が長引きそうで、うん、色を忘れる前に先に出しといたっていうパターンを考えれば、ね、今僕もそれ一瞬思いました、うんうん、ああなるほど、うん、そういうのがあるんだそう、うん、色出しまでにもう2分以上経過してたからねまあもしくは2ビースターで先出ししてかぶりを避けるやつなるほど、うん、相方がいるからですね、うん、へえ、うんまあ、この場合だと対面のノグドグさんと打ち合わせするのが難しいのでああ無理なやつに対してっていうパターンもありますけど綾鷹さんはテーブルの下でこそっと猫石さんかなんかにこう出すっていうのはあんましない感じ、うん、あんましない感じロキとかの場合だったらそういうのはします、はい、あそうなんだただヒルパンさんは結構ビースター続きますね今回前回ね動画上げた時はもうほぼビースターだったんですけど今回は安定のアニマス安定のアニマスこれ、はい、ああなんかアニマの割には推理してないような気がするんですけど人の意見にずっと便乗してますよねあいやそんなことないですよそんなことないですよもう全然アニマスそうすかこれ後で動画見てくれたらもうまだまだちょっとウォーミングアップ中ということでどうなんだろうな後で動画見てくれたら、まあ、とりあえず綾鷹くんが今のところ一番怪しいかな。うん。まあね。まあねじゃあ私の考察いいですか？はい、もう時間やばいですよ。
こ、もう30秒です。あ、まあ、いや、信長さんが怪しいと思う理由は、はい、さっき、ここの二人釣っとけばいいんじゃないかって言って、で、それで猫市さんが、その、被っているのを取り下げたので、まあ、反応を見たのかと思って、まあ、一応、一応シンと見ておいて、で、それで。長い長い、長い長い。長い長い長い多分、両方の可能性があるな。キューバさん、共和をしたい。どっちに入れますか？で、1B、で、1B のノブノブさんだと思います。なるほど。猫市さんがこっちに変えたのかな？荷刷りに持ってたの。よし、ギリ間に合った。さあ、できたか？どうだ？惜しかったな。よし。おい、1B か。危ない、危ない。危ない。やっぱりその、この2人、荷刷りでって言ったのが、その、あれだったのかな？わかんないけど。危ねえな。綾鷹くん、アニマに見えんくなってきてるな。危ない。うん、確かに。私はこういう人です。なかなかこの潜伏を見破られたのはまあまあしんどいな。あ、まあ、今のは分かんなかったっすね。猫、さんどっかなんかうろ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 してる。うろうろ、私の推理が当たってたぜ。どうだ9番さん、これが推理というものだ。いや、でもね、推理っていうのは周りの人たちを納得させた上で正解を求めることを推理って言うんだよ。うん、まあそうだね。でもなんかいつもよりもなんか口数が少ない感じがやっぱしたんで、怪しくも見えちゃったな。まあそれは僕にも。もう中二だぞ。え、中二なの？マジバナそれ。中二だぞ。マジバナか。そう、中二病の中二じゃなくてリアル中二。人生で一番楽しい時期だと思う。中二病や。そして一番黒歴史量産する時期。よろしくお願いします。お願いします。九番さんですね、これは。え、なんで？突然テンションで今乗り切ろうとしてるのがだいぶ怪しいっすね。また、ああ、またピッタ来たかーってやつでしょ、これ。そう、ここにまた、動画の時に、またビースターかよってこう入れるパターンに見えたっすか、これ。キンポーンってまたこう、いや、結構ね、山田さんにもそれ前に言われたんだよね。そんなことないですよ。ロキいました？なんて聞くねんって話やわ。ほんま、これ、これ、ノブノブさんに昔よく聞かれたけど、他の人にもよく聞かれるパターンも増えて、もうどうしたんだよ。もう悩む、誘導尋問的なのやめてとか。またいるかどうかね。どうやらいないみたいですね。バッチでしょ。居合わせ、はい、さっさと55。居合わせします。役職の人はいないのね。オッケー。じゃあ50で。ちょっと待って、ちょっと待って。時間が足りなさそう。50。参ります。よよ。ほぼ同時に。おらんかった。もうね、これ出すのめっちゃ緊張するわ。かぶらなかったか、2B なのかな？かぶらなかったか、かなり 2B。あ、間違えて逆ですね。1B ですね。3B の可能性高いですね。単純に考えるのは、まあ、単純に間違えました。だけど、ど、ただ最近のアンスズはちょっとねえ、怪しい行動する人が多いんですか？彼とか。彼、え、俺のとこが怪しいさ。怪しいというかおかしいな。猫さんは常日頃そんな感じなので、もうそれは普通ですからね。いや、もう普通にやっててもね、ラチャが当たん時があるじゃない。で、これでさ、ムーンがいない、ロキがいないってなったら、あとはもう信用勝負よ。まあ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 、そうですね。で、最初からちょっとおしゃらけしてた9番さんがだいぶ怪しいと思って。ね、僕、え、おちゃら、え、なんか、それ、え、おちゃらときました。これなんか、え、ちょっとなんか、テンションがいつもと違う感じでした。そうですね。ちょっと早口言ってないから、ね。本当に面白い。僕ね、面白い。どんどん怪しさ、怪しさがこう。僕がやばいときは、本当無口になるんですから、もうそれみんな動画見てたらわかるじゃないですか、もう。まあでも、追求されたら喋らざるを得ないですよね。まあまあ確かにね。ですよね。追求されて何も喋んなかったら。
そしてここでラッキーと思ってる綾坂ボーイか。追及さそう。おっと。ちょやめ燃やすのやめてくださいよ、もうちょっと。綾坂くんは完全に動画回しなくし、してやる。そうそうそう乗っかってくるやつ大体ビースター説ね。いやでもというとノブノブさんもっていうことになるよ。いやいや僕は完全に単独で推理しますからね。僕はでもちょっと単独9番さんちなみに、はい、単独というかと誰が怪しいと思ってます。僕は僕に容疑をかけてきてるちょっと猫一さんが怪しくは見えてきてます。全員あげてるよ。まあまあいいと思います。せっかくなんで仮投票しておきますか。仮投票もう時間1分半、はい、はいはい、20 1分25秒で怪しいと思う人についてこれさこれつい刺す感じでいいですか。向けるだけ向けるだけ、はいはいはい、はい、うん、OK です。そういはい、9番さんタンズリか。タンズリはやめてくださいよ。荒川くんは9番さんに入れんの。弁明しね、いいあ逆にした方がいいと釣られますよ。僕ね本当にねアニマスからアニマスからこう置くのもめっちゃ早かったでしょ。最初に置くとこもめっちゃ早かった。スパンスパンってこう。いやちょっと時間かかってましたよ。そう、うん、マジっすか、うん、見てましたけど見てましたけどちょっと時間かかってました。はい、そうむあなんかもう怪しいわ猫石さん怪しいわ。どのそうやってこうそうやってこうね僕にこう票を集めようとしている行動が僕からしたらなんでと思っちゃいます。これスパーンね、前にワトさんにも言われたんだ。9番さんと綾高くんの荷釣りにしたいけど厳しそうだな。今ちょっとだいぶ綾高くんなんか反応が黒くなってきましたね。そうそうです、ま、真っ黒とは言わないけどいいだろ私を釣ってくれてもいいんだぞ。9番さん綾高くんに入れます。僕は猫一さんに入れたいんだけど、だ僕に入れても多分僕は釣れないですよ、はい、荷釣りにしたいんだったら、うん、綾高くん入れてくれると、まあワンちゃん、まあ僕と猫一さんが綾高ボーイに合わせとけば、まあそちら二人、いやでも猫一さんさあどうだろう、綾高くんがなんか最後怪しくなったんだよな。無駄負けた。マジかこれ。しかもリリースターだ。もうやっちまった。いやあのね。いいね連勝続いてね。ノブノブさんと色出し被ったらどうしようって思って。いやねなぜね私がね怪しいのか怪しいと思われるのかっていうと、うん、猫一さんがいるからでやす。そうなの。なるほど。いや分からん。なんかさ完全に俺を信用してくれてるのがよく分かんなかったんだよ。そもそも、うんうん、でね多分、うんうん、あのねあのねあの猫一さんがいるとねあのすっごい乱れる。そうか。9番さんが綾鷹ボーイに票を向けてると多分猫さんは9番さんにそのまま入れて荷釣りに持っていくんじゃないかと思ったんですよ、うんうん、だから最後綾鷹ボーイに票を入れたまま9番さんの方に杖先を向けといた、うん、ああなるほどね。帰れんかったっすねという感じです。最後9番さんを攻めてる時に綾高くんのあの感じがこいつがビースターなんじゃねえかなって思ってた。オッケーオッケー。いやもうドキドキやわ。面白いこと言ってくれるじゃないですね。ドキドキ。連勝続いてますよ、うん。もう怖いわ。ダメだな。綾高くんが読めんな。しんどい。じゃあもっと怪しくしてやるでさ。いやもうちょっとまたテンション上げてください。